こんにちは、マニアンヌです。100万円で買った家を再生する DIY チャンネルです。登場人物はおじさん猫足とおばさんマニアンヌ。お金をかけずに DIY、 エコな仕組みも取り入れながら古民家再生、田舎暮らしを楽しんでいます。今回はテーブルのリメイク、部屋に合わせて使いやすく改造します。ようやく完成したキッチンカウンター。結構便利に使えています。ただ一つ、お客さんが来るときに問題が発生します。普段は一人か二人なので、カウンターで十分なのですが、三人になると座る場所がなくなります。別でテーブルを置いていますが、以前使っていたものを持ってきただけなので、椅子の高さが合いません。それに、離れた場所でなんだかしっくりきません。そんなわけで、カウンターにくっつけて大きなテーブルとして使えるように改造しようと思います。そもそもこのテーブル、2つをくっつけているだけです。正方形にしたり横長にしたり、使い道によって組み合わせていました。別々に作ったものなので、板の厚みもバラバラです。この厚みの違いが厄介なところです。一体化するためにどうしたらよいか試案中です。合わへんな、だからしゃあないか、うん、もはやパッチワークですが、見えないところなので気にしません。高さが全然違います。実は床が傾いているのをカウンターの下でごまかしています。そういうわけで、とにかく小細工がいっぱいです。ご覧の通り、裏はこのありさま。デコボコもとりあえず気にしないということで完成です。忘れてます。まだ足にペイントをしていませんでした。